ね、12時土曜日のお昼です。かねっちさん、きのこ。ひろっちさん、きのこ。しんいちさん、カップアイスみんな血で終わる。じゅんらえさん、カップアイス。いっちゃん、きのこ、ありがとう。いっぱい寝れなかったんですよ、それが。だからめちゃくちゃ眠いんです。眠たいなと思ってます。バラちゃん、レインボースター、あっちゃさん、かわいい、ありがとう。しゅんさん、お疲れ、ありがとう。広島いい天気だよ。今日はね、13時半からありちゃんさんの生誕祭があるので、それまでには配信終わります。夜はパンちゃんの、俺のパンちゃんのね、俺の彩香の生誕がありますが、出れないのでお家で見たいと思ってます。10月の直接の間に、違う、直接に間に合えば、その時にダメなら12月の福岡でコラボしてきていきます。ありがとうございます。そうだよ、みんな、リバテージさんの服コラボ締め切りました。ありがとうございました。もしね、届いたらお話し会とかで来てくれたら嬉しいです。お揃いしようね。パセもめっちゃ着てるし、これから家族も着るので、パセの家族とみんなお揃いです。西さん、ありがとう。今日はね、なんかね、公園ね、見学行くと会場によってさ、見れる場所が違うんだけど、多分今日はパンちゃんがこんぐらいにしか見えない気がするから、お家でね、あやパン推しカメラで DMM を見たいなと思ってます。パンちゃんに昨日連絡したんだけど、出れなくて悲しいよ、頑張ってねって送ったら、なんかありがとうみたいなの来てました。塗りすぎた、塗りすぎちゃった。叩き込む、これは叩き込んで毛穴に浸透させるのがいいとソルハさんが言ってました。私も MC でパンちゃんのさ、好きなところ大発表会したかったよ。昨日も言ったけどさ、ずっと言ってるけどさ、去年も出れなかったんですよ。去年はパンの生誕がスタジオだったかな。だから、そう、全然私パンちゃんの生誕出るじゃない。まちゃるさん、お断りです。手紙書いてないよ。昨日の夜配信でも話したけど、書いてないです。はい、馴染んだ、多分。手紙パフェじゃないよ、来てないもん。以来LINE 見せてもいいですよ。しんいちさん、きのこ、ありがとう。そう、来てなくて、プライベートで書こうと思います。ファンちゃん大好き大好き、いつもありがとう、大好きだよ、書こうかなと思います。パン粉のタンプレをさ、まだ渡してなくって、あんまりパンちゃんとね、会える時がなかったのと、なかったのと、あと東京のツアーのレッスンとかでお買い物にね、行ってゆっくり悩む時間なかったから、まだね、買ってすらないんですけど、あげる気満々です。鏡はお花の形です。この内側に丸い鏡がついてる、こういう風にこんな感じで、こうやって立てかけられるよみたいなやつです。ですよ。今日は何するんですか、皆さんは。何すんの、決まってない？
決まってる？何すんだ？お墓前にサッカー見に行く？野球見るの？ DMM で公演？一緒だ。私も見る。昼はありちゃんさんの生誕です。あと1時間半後には始まってます、ありちゃんさんの生誕祭。夜が私の大好きなパンちゃん、もう大好きなパンコちゃんの同期のあやパンの生誕です。クマ消すの忘れてました。2公演行ってきます。お、広島満喫してください。満喫して、次広島来るときパセの生誕か由美子さんの卒婚か待ってますよ。パセが言うときも待ってるけど、なんかおすすめのグルメとかさ、いつも紹介してるか。あ、キャンディーアップルでリンゴ飴買って食べた。え、あそこ超行列じゃないですか、広島。この前通りかかったらさ、え、行列な飲食店あるある、なんかオープンしたばっかりの飲食店あるあるでさ、最後尾かなと思ったらちょっと離れた階段とかに続きの列がある時あるじゃないですか。それだったんですよ、この前キャンディーアップルの広島2日ぐらい前に通ったよね。列の続きがあって、そう、ソラハさんね言ってた、あずみと。私はね、あれね、2回食べたことがあって、去年の7月だか8月だかにね、 PR 舞台の差し入れでもらったんですよ、キャンディーアップルのリンゴ飴で。そこで感動して、もうずーっと食べたすぎて、広島でリンゴ飴屋さんがあるからね、そこで食べたけど、やっぱりキャンディーアップルのが美味しくて、キャンディーアップルを食べたい食べたいって思いすぎて、今年の1月にあった TDC の差し入れをキャンディーアップル自分で選びました。差し入れ係だったから、グルメ担当だったから、もう自分の食べたいっていう気持ちをそこにちょっと食券乱用して、リンゴ飴をね注文してね、開演前とか時間なかったんですよ、リハとかしっかりやったから。開演前バタバタでさ、みんなメイクとかもバタバタしてたんだけど、私はのんきにリンゴ飴食べてました。メイクさんに髪の毛をお願いしてリンゴ飴ボリボリ食べてた。それくらい美味しいです、おすすめ。福岡とかにもあるし、多分あちこちにある。広島に来なくても食べれる。なんなら東京の代官山が元々の店舗だから、関東の方はぜひ。めっちゃザクザクなんですよ、あそこ。ガリ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 ね、食感がいいの。おすすめだよ。マツパね、2日前に行ったんですけど、なんかさ、いつも行くマツパじゃないとこに行ったのね。もともとなんかスケジュールが入るかもって言われてて、昨日とかだから予定変更して、いつも行かないとこしか予約ができなかったから、初めて行くとこに行ったんですよ。そしたらね、やっぱいつものとことね違うから、なんかさ、いつも私配信とかでもっとさ、まつげの存在感ある気がするじゃん。でもなんかシンプルな気がする、今回。でも仕方がない、 MV とかそういうののためにだから。また月末の大阪のね、亀子の前に
いつも行くとこに行けたらいいなと思ってます。なんかまつげがね、あのなんかさ、美容院とかに入った時にする染める薬剤とかの香りがする、まつげから。今薬剤の香りがずっとね、寝る時とかもなんかずっと、なんかなんていうんですか、あの生乾きっぽい感じのさ、匂い伝わるかな、あれの匂いがするんです。そう、部屋干し的な、そう、そんな香りがね、まつげから香ってて、でさ、顔洗ったりして水に濡れるとそれが強くなるの、匂いが。だからちょっと困ってます。顔から生乾き臭、やだよ。あ、目がでっかくなってきたぞ。もうメイクでコンプレックスをどんどん潰していかなきゃ。コンプレックス撲滅委員会、いいい、じゃじゃーん。え、今まではそんなことなかったんですよ、まつげから異臭がすることは。だからやっぱいつも行くとこの人はすごいなと思って。でもめっちゃ上がってます、いい感じ、ありがたい。ありがたいわ。こんにちは。前髪、毎日毎日前髪を気にしてしまう。リコチのリップ的な、待って、リコちゃんはあれやろ、メイクブラシじゃないっけ。そうだよ、メイクブラシは定期的に洗いましょう、定期的にね。リコちゃんのねショールーム、おもろい、メイクブラシが臭いって言ってる。面白いね。イハクさん、カップアイスありがとう。昨日の前髪、え、昨日のパッツンですか、それとも終わりがけの分けたやつかな。昨日前髪何もしてなかったんだよね、前髪をせずに、もう固めずに、アイロンも通さずにだった。ピュン、はい、存在しない涙袋をここで誕生させました。わお、なんて素晴らしい、ないはずの涙袋が宿った。すげえすげえ。リコちゃんの冷蔵庫の中身を受け取るのは来週になりました。来週冷蔵庫来るって言ってたから、ギリギリまではやっぱ使うじゃん調味料って。何だっけ、ソーミシャンタンと味噌と何でしたっけ、なんかその辺のね調味料と 1kg、 うん、1リットルのアイスが私の家にやってきます。工藤リコ家の食材たちを冷蔵庫を交換する間預かることになりました。なんかさ、子供とかさ、ワンちゃんとかそういう預かりは聞いたことあるけどさ、冷蔵庫の中身を預かるの私初めて聞いたよ、おもろすぎる。なかなかないよね、そう、メンバーだからさできるけど、普通さ住んでてみんながないでしょ。ちょっとごめん、冷蔵庫を買い替えるから預かってほしい。あんま聞かない、レアな経験だ。
もう一個終わろう。もう一個おしまい。ピョン。わかった。ちゃんとアイス食べないように我慢しますね。リコちゃんの分。リコちゃんの分って私の分はないよ。あのね、みんなからもらったさ、あの千引き屋のアイスセット、シャーベットとアイスのセットを3人前もらえるんですけど、1人前で10個ぐらい来るんですよ。でそれを注文したいなと思ったんだけど、今月って絶対に忙しいじゃないですか。シングルがさ11月に出るってことはもう取らないと絶対間に合わないし、新潟のツアーもあるし、名古屋のフェスもあるし、大阪もあるしとか思ったら絶対にバタバタしてるから家にいない気がするんですよ。でアイス受け取れないなと思って、それが終わるまで我慢することにしました。だからみんな、パセがアイスの話しなくなっても、あのもらったやつの勝手に食べたわけじゃなくて、まだ保留中と思ってください。ジェータアイスありがとう。アイスアイス。福岡でお先サンタとのツーショット楽しみにしてます。よろしくお願いします。サンタクロースに会いに来てください。あっちゃさんありがとう。そうだよ、受け取り期限は来年だった。サーティワンのは無期限だったけど、千引き屋のやつは2024年って書いてたからまだ行けます。もし無理だったら実家に送るとかでもあり。まだパジャマということはどこかでイベントあるの？ないです。今日は何もないです。今日は休み。お家で DMM 見ます。今日は公演があるメンバーがいるので、それの配信見ます。でもなんかいつも話すんですけど、外に出るときはメイクをしないとダメみたいな風習あるからね、やっとかなきゃ。メイクをせずに出ると良くないよみたいな、なんか謎の風習で成り立ってるので、この世界ちょっとやらなきゃなって。当日券があるらしいので公園行きます。あ、そうだよ、当日券があるんだって。みんなパンちゃんのお祝いしてきてよ、代わりに。え、当日券のバスも入りたいや。客席から、私がアンコール発動するからさ、生誕委員の方パセリに台本をくれたら、今日は鈴木彩香ちゃんの生誕祭ですって言って、私がめちゃ30分ぐらい語るね。いつも可愛くて美しくて優しいあやパンにみんなで誕生日おめでとうの気持ちを込めて、パンコちゃんコールでお願いします。パンコちゃん。パンコ、パンコちゃん、パンコちゃん。あの裏でメンバーはね、やばいやばいやばいって着替えてますよ、衣装に。やばいやばいやばい、待ってアンコール早い早い、待って待ってとか言って着替えてる。始まるの早い時あるじゃん、アンコール。あ、待って待って待って、まだ着替えてるよって言って着替えてます。でなんか拍手のさ手拍子があるじゃないですか、なんかバーセリーみたいなやつあるじゃん。それを予想したりしてる。今日は何かなみたいな、あーんなとか、なんかあーんぴーとか、なんかそういうリズムで、これは何のコールだろうって予想したりとか、のんきにしてます。みんなが頑張って声出してる時、楽しみだな私の生誕も。え、声めっちゃ聞こえるよ。あのさ、影穴の前とかにさ、ファンの方が喋ったりするじゃん。なんか生誕委員の方が喋ってるじゃん、なんかこうご協力くださいみたいな言ってるのも聞こえてますよ。なんて言ってるかまでは聞こえてないけど、声は聞こえてます。だからネタバレではないですよ。なんか
ね、距離があるからやっぱステージ裏と、あ、誰か整体院の方が説明とかしてるなみたいなのが聞こえてる。え、焦る焦る、着替えめっちゃ、わわわわ、こんにちは、そう聞こえてます。どうだろうね。でもこっちもなんかありがとうございましたってはけて、マイク置いて裏に行って衣装のとこについて服脱いで着てだから、もうどんぐらいの時間が経ってるか分かんないんですよ。でもだいたい出てくるまで3分ぐらいらしくて、3分前後ぽい、着替え終わるの。だからファンのみんなは早く発動しちゃったら、その分いっぱいあの喉を使ってるってこと。ちょっとさ、ゆっくりしてからなんかね。エンジン、確かに聞こえる時あるよね。マイカーとかはクアトロ、クアトロはライブハウスなので舞台袖がそこにあるんですよ、すぐ近くに。だからそこでマイクを「おー」とかわざとみんなに聞こえるように言ったりしてます。あの本当のエンジンとは別に本当のエンジンが楽屋でしてるから「おー」だけとか、なんかそういうのが聞こえるように言ったりしたこともあるし、花だれはゲバントホールが多いから、ゲバントは楽屋が違う場所にあるから多分聞こえてないね。マイカーの聞こえるエンジンはあの頑張ろうねあーみたいなやつです。あのなんか台本の確認とかしてやるガチのエンジンは楽屋でやってる。なんかさ、おーって言ったらなんかファンの方を反応返ってくるからさ、嬉しい。こんにちは。だってね、舞台袖は暗いからね、暗いけん、楽屋で明るいとこでエンジンをします。あ、STU 号の時はあれはガチエンジンだよ、絶対。だって舞台袖とかないもん、あそこもうこんぐらいしかないもん、スペース袖。あの船はステージの裏がもうすぐ楽屋だから、あれは本当のリアルエンジン。そう、船ね、船、私いまだに船あると思ってるから、もう取り壊されてるけどね、あの劇場の部分は。今違う仕事をしてますが、私いまだに宇品に行ったら船いると思ってるからね。え、船ちょっとしかできなかった2期生。船そう、この前お母さんとソロハさんと博多にね行ったんだけど、その時にお母さんがもしかしたらあの港に STU 号が来るかもみたいな言って見に行ったけど、いなかったです。調べたら沖縄方面とかあっち側の海にいたっぽい、だからいませんでした。なんかあちこち行ってますよね、 STU 号。こんにちは。ね、宇品行ってもないもん船、実際は。悲しい。船がなくなる少し前ぐらいにソラハさんとウォーキングしてね、船見に行ったんですよ。その日もいなかった。まだね、船がある時だったのに、亡くなる前に見に行こうよって言って行ったらいなかった。ただ海見に行った人になってたい焼き買って帰ってきた。たい焼きがあるんですよ、近くに。だからたい焼き屋さん行って帰ってきた。一度行けばよかったと後悔。そうよね。でもさ、
やっぱ後悔はしちゃうものだよね、人生なんでも。後悔ない人生送ってる人いないもんね、きっと。船の公演ね、私ももっとやりたかった。船の時はあの鍵穴も違ったんですよ。なんか窓を閉めてくださいみたいな鍵穴があったりとか、なんかね違ったんよね。後悔、最近した後悔は何ですか、みんな。あーこれやっときゃよかった、あーこれ買えばよかった、行けばよかったがありますか最近。最近1ヶ月以内とか半年以内とか、もう超最近。初めて馬車と出会ったのはあの船でした。キャー、運命の出会い第一章。そうなんだよ、私も船酔いするタイプでさ、あのセルアミっていう STU の舞台をやるときは船に朝10時から夜10時までずっといて、自分が出ないシーンとかは客席で見たりとかだったんですよ。で先輩と2期生と違ったから、ダブルキャストだったから先輩がやってる間客席でずっと見るんだけど、やっぱ酔ってましたね、酔い止め飲んでた。今日早起きすればよかった、超最近じゃん、もう今やん、今の後悔。昨日の申し込み忘れたこと、あーあらららら、STU にもっと早く出会えていれば、わあ嬉しい。パセリの図書とかに追加しとけばよかったと思う、後悔してる。え、1日からメール取ろうとしたのに忘れてて6日の昼から取ったことです。でもまだ6日でよかったよ、十何日とかだったらさ損だけど、6日ならまだまだまだ。ね、酔い止め大事。七並べの出し間違い、最新の後悔、超最新、そう最新だ。何、2万円近い舞台の観覧チケット買ってしまって、パちゃんの話券あんまり買えなくなったことです。2万円、何の舞台だろう、誰が出てるんだろう。500円の水ね、私もペットボトル持ってますよ、もらった。新発売のグミを見つけた時に買っとけばありがち、わかるよ。あの新商品また今度にしようと思って次行ったらさ、バズっててもう入荷がなくて終わっちゃうみたいなね、ありがち。パちゃんもっと撮っとけばよかった、もっと撮ってね、ありがとう。でもいっぱい撮ってくれてるよ、すでに、ありがとうございます。いっぱい見てます、見てるよ、ツーショット。でもまだある、まだ申し込みあるからね。あ、そう、グッズ今日までだ、そうだよ、このパセグッズね、このパセは今日までです。そうだった、家族に連絡しなきゃだ、忘れないようにこっちに置いとこう。自分に酔ってます、最悪。でも大事、自分に酔うのは大事です。おもろ、パセルに酔ってるよとかじゃなくて自分に酔ってます、おもろ。スーパー行ってきたけど買い忘れ、え、私も昨日買い忘れてさ2回行ったよ、お水を買い忘れてお水買いに行きました。運転してたら道間違えた、ありがち。私も車持ってた頃は、長崎いた頃はよく間違えてました。あのね、間違えるっていうか、あ、今のとこ曲がらなきゃだったみたいなやつあったな。ダイエットしてるのにラーメン食べたこと、
人生一回きりだから大丈夫大丈夫。バスの時間間違えて50分かけて歩いた。ダイエットダイエット、運動不足解消です。大丈夫大丈夫だよ。みんないろんな後悔してる。翔平とソースは気持ちが良かった。ジロ君ハットありがとう。今の仕事が大変なので選んでよかったかと後悔してもさ。でもみんなどの仕事もさ、やっぱついてみないと分かんないからね。私もいろいろなんかさ、バイトとか働いたりとかしてきたけど、やっぱ入ってみないと環境とかさ、人間関係分からんなって思ったね。だからなんかさ、履歴書とかでさ何年って書いたりするじゃん。前職はこれくらいいましたよって書くときとかに、人間関係とかで辞めた場合ってさ、なんでそんなこっちがさ耐えれなくて辞めたのがなんか短くてダメみたいな風習になるんだと思っちゃう。めっちゃくちゃ意地悪な人がいたりするじゃないですか、職場に。だからもう耐えれなくて辞めるしかない、自分のメンタル的にもなんか辞めなきゃいけないみたいなときとかにさ、こっちがもうその意地悪な人はずっと居座るからさ、こっちがね、そうじゃんね。この配信が始まったのに気づくのに20分遅れました。あー、でも大丈夫、もう15分は見れてるってこと。朝から業者と揉めた。揉めないで、平和に行こう。そうだよ、あのなんだっけあれ、私がよく言うやつ、アットホームな職場でさ、もう本当かって自称かってなっちゃうよね。本当なのかな。毎年職が変わってる、それは怖いね。確かに毎年変わってたらえって、さすがにもうちょっとね、選ぶときにね、毎年3年連続とかで変わったらおっと思うかもだけど、判断基準もね難しいよね。採用する側も大変そうだな、採用する人も。だってさ、あの入るときはみんな取り繕った姿でじゃないですか、あの素の姿じゃないじゃん。働いてみてね、雇う側もあ、この人ってこんな人なんだみたいな気づくから、お互いだ大変なのは。昨日屋台のクレープ買えばよかった。ある、私もある、屋台、屋台シリーズある。ジャイアントコーン分かるよ、私もその気持ち分かる、めちゃくちゃ分かるけど、ちょっと読まんどくね。ジャイアントコーンのこの声とね、分かりますよ。ジャイアントコーンに限らずにアイスとかで、コーンとかやっぱ月日が経っている仕入れのアイスとかはコーンとか結構さ、湿気とかでふにゅふにゅなったりするんですよ。でもいや今度こそは大丈夫やろと思って買ったら、あってなる時あるね。わかるよ、学習しない自分が悪いね。それは私もちょっとよくやる。SNS、 そういう確認もあるんだ。でもオーディションみたい、やっぱり。この前さ、そう話しとって、なんかアイドルってオーディション受かってすごいよねみたいなスタッフさんが言ってて、いやでもスタッフさんとかもあのある意味オーディションじゃないですかみたいないう話をしたんですよ。だってさ、アイドルより狭きもんじゃないですか。年に
1回何人かとかしか取らない会社とかだとさ、結構狭き門じゃないね。しかもアイドルは配信とかでこんなにこのアイドルという仕事にこういう前向きな姿勢ですみたいなアピールできるけど、さ普通の企業って1回の面接とかで決まるじゃん。そこでなんかちょっと変なこと言っちゃったらさ、お祈りメールじゃないですか。みんなもオーディションに受かったんだよ。そうだよ、専務から14万ぐらいあげるって言われてとっさに断ったこと、もらっとけばよかった。え、急に？それは大丈夫なお金ですか？ちゃんとなんかどっかから取ってきたみたいなやつじゃないやつ。いや、私の面接はオーディションの時はなんかね、持ち時間があったんですよ。30秒とかかな、30秒ぐらいの持ち時間しかなくて、それで、いや1分かな、ちょっと覚えてないんですけど、長崎県出身尾崎セリカです。で、歌をする人は歌をそこでやるんですよ。で、それでサーヤンがイントロが何十秒もある曲選んで、君はメロディーかな、君はメロディーのイントロって長いじゃないですか、あれ選んでほぼ歌ってないらしい。歌い始めた瞬間に鐘が鳴ったらしいです。で、私は紙芝居しました。私が STU に入ったらこういうことをしたいです、こういう理由でアイドル目指してますっていうのを伝えるなんか紙を作って、イラスト描いて持って行った。だから絶対これをする人いないと思ったから、ちょっと自信はありました。やっぱさ、人と被らない方がいいじゃん、そういう時って。ね、おもろいよね、さやのやつ見たかったな。長いもんね、確かに。紙芝居自分で絵描いた。まだ持ってる、まだあるよ。いつかなんかの時にさ、私はオーディションに受かった時から3期生のオーディションがある時は、あれセミナーとかをするなら絶対出たいですって言ってたから、そういう時に使えるかなと思って撮ってます。でもなかったんですよ、セミナー3期生なんでよ、セミナー。オーディション映像、え、残ってそう。オーディション映像ある気がするけどな。え、どうなんだろうね、いつか勝手に公開されるんじゃない。だって前さ、2年ぐらい前の時に2期生の1周年記念配信の時にアンピーとかオーディションの写真公開されてましたよ、勝手に。アンピーとユキリカ、誰だっけ、誰か公開されてたから、なんかさ、そういうのしそうじゃん。公開されそう。いや、あれ公開されたわ。え、去年のさ、去年の2期生の3周年公演の時のオーバーチェアで出てたよ、オーディションの受かっ二次審査受かってショールーム審査の写真を撮る時みたいな映像使われてた気がするよ。で、舞台袖でパセリやばーみたいな言われたもん、メンバーに。パセリなんかチャラーみたいなの言われて、いかつーみたいな言われて、そう、メガネのやつ、そうそうよ、なっちゃんにさ言われたもん、こんにちは。今年ね何もなさそうだからな、周年とか先輩もしてないしね、やりたいなぁ。アウナがいるうちにね、2期生でなんか
やりたいな。そう、なっちゃんもね、なっちゃんも髪の毛ね、なんかそうギャルだったんですよ。今もギャルだけど、また違う種類のギャル、ギャルだったよね。いや、ない気がするよ。だってドラフト3期生が5周年だったんですよ、1月ぐらいに。でも何もなかったから、5周年っていうちょっとさ、キリのいい数字でもやってないってことは、2期だけやることはなさそうだなと思って。オーディション映像いまだに録画持ってる。最終審査のあのあれね、残り5人を決めるなんか疑似握手会ですみたいなやつね。そう、2期生に受からなくても活躍してる方結構います。この前アイコジのツイッター X に載ってた子とか、他のアイドルさん知ってるらしいけど、オーディションで出会ったらしい。結構いるよね。オーディション、そう、ユミリンさん卒コンがあるし、ツアーもあるし、なさそう。出かけてきます。気をつけていくんだよ、今日も暑そうだから。そう、安住もいたよ、2期生。ヒータンもいたらしい。私さ、あんま人と喋ってなかったから、オーディションの時、最終審査の時だから、誰がいたとか覚えてなくて、後からはあ、あの時のあの子なのかみたいな。全然ね、そう、なんかこの子と楽屋でずっといましたとかがなくて。そうなんだよね。みんななんかすごい明るいなと思って、角っこの席だったんですよ、窓際の。だからそこから見てました。わー、みんなすごいなんかキラキラして、なんかすごいなーって。みんなクラスの中心とかにいるタイプなんだろうなーと思って見てた。コンビニ行ってくるけど、なんかいる？ねタコブツとシメサバ、バナナ、パルテノがあったらパルテノのヨーグルト、ルイボスティー、あとはもち麦の梅昆布おにぎりがあったら嬉しいから、あとはそうだな、アイスはチョコモナカジャンボとジャイアントコーンがいいかな。パリパリのやつを見極めて買ってきてくれたら嬉しいから。あとはみんなはどうする？あ、ファミチキ？じゃあファミマだったらファミチキ、セブンだったら七チキがいいです。揚げ鶏は七チキ派なので七チキがいいかな。ローソンだったら L チキか唐揚げくんレッドかな。あとローソンだったらベジップスも欲しいかな、あのローソンのパッケージのやつ。あとはね、そうだな、なんやろな、私めっちゃねタコブツとか食べるんよ。理由はカロリーが低いからです。イカとか焼きイカみたいなやつあるじゃん、あのパックに入ってるセブンとかの熟成イカみたいなやつ、あれを食べます。レッスンの休憩中とか、だいたいイカとかタコとか食べてる。しめサバとか。あ、蒙古タンメン中本お願いします。だってみんなもお願いしときや。パセのおごりじゃないよ。そう、マヨとかつけずにイカで食べてる。
あとはね、何がいいかな。うーん、なんだろうな。コンビニ、コンビニ今週なんか美味しそうなのありますかね。ちょっと調べてみます。もうガチでお願いしようとして。これで本当に来たら怖いからね。もうできんどころじゃないもん。どうする玄関の前に本当に置いてあったら。恐ろしすぎるでしょ。え？なんで？どうやって入ってきたってなるよね。新商品、今週の新商品、中国地方、中国地方検索。うわうわ美味しそう。うわー、鶏から揚げのみぞれあんかけ丼美味しそう。ピリ辛麻婆茄子のせ冷やしちゃんぽん美味しそう。蒸し鶏と紀州南高梅の和風冷製パスタ。ギャー、美味しそう、美味しそうすぎる。あ、おでんがいいな。おでん、もうおでん始まったらしいんですけど、私の行ったコンビニにはなかったです、まだおでん。おでんくん、おでんは大根と、大根、こんにゃく、白滝、卵で、余裕があったら絹揚げ豆腐もお願いします。よろしく。注文が多すぎるかな。ちょっと来週の新商品見よう。ガパオライスとかあるよ。すごいね、今のコンビニって毎週新商品出てるよ。はあ、おいしそう。うわ、来週さ、9月19日発売の出雲産椎茸の旨煮、これ絶対食べたい。あとさ、これゴロッと根菜のしっとりおからサラダ、これも、これもだね。わあ、困るよ、こんないっぱい出されたら。やめて、やめてください、これ以上やめてください。おでんは最近はね、薬味なしにしてます。前までは柚子胡椒いったけど、薬味はって、あ、大丈夫ですって言っちゃう。もう勝手に口が、心の中と頭の中は、あ、柚子胡椒欲しいなとか思ってんのに、あ、大丈夫ですって口が勝手に言うんですよ、断りなく。ちゃんとさ、許可取ってほしい、全員に。脳みそ、心とか言ってさ、ちゃんと確認取ってから言ってほしいのにね。なんかね、つい癖で言っちゃうんですよね。おでんのからしあり、からしもいいよね。おから、え、おからってそんな字なの。雪花なって書くの、初めて知った。おから、パパラパパラ、ファミリーマート検索、新商品。ピャー、美味しそう。どうやって思いつくんだろう、新商品。やば、明太クリーム生パスタだって。ひゃー、クッキー&クリームパフェだと、なんてこった。わっ、何これ、ファミチキだしうま醤油味だって。なんだこれは。私コンビニでさ、バイトしたら絶対にもうお昼休憩とか大変だと思う。いっぱい買っちゃう、いっぱいさ、自分のバイト先とかに課金しちゃうと。はあ、
ばすぎる。なんてこった。ベニアズマの焼き芋サラダ。もうこんなんスイーツや。ね。本当に。ちょっと前髪が前髪も止めよう。ねえ。なんでさ、美味しいもの思いつくんだろう。天才なのかな。もしかしてこの配信見てる方にもコンビニの新商品考えてるって方がいるかもしれないよね。だってみんなの仕事私知らないもん。働いてますよねみんな。ちょっと質問の仕方がおかしかった。みんな何の仕事をしてるんですか。もしかしたらなんかさ、普段から私とかメンバーが使ってるものとかをさ製造してる人かもしれないし。何？すごいよみんな労働。偉すぎ。世界の役に立ってるもん。忍者の仕事してます。分かった、内緒にしときます。忍者の仕事をしているそうです皆さん。じゃあ今度池から出てるさ竹とか見つけたら、あ、今息継ぎしてるわって見るね。すごいな、働くってすごい。私も働いてるけど一応なんか働いてる実感がないですよ。私趣味じゃん、もともとはアイドルを見るっていうのが。だからさ、そのまあ大変なこともないと言ったら嘘だけど、でもさ、みんなはさすごいよね。すごいな。確かに忍者の収入って何ですか。どこで収入得てるんだろう忍者って。でも今時の忍者はその遊園地とかのそういうイベントのお仕事とかじゃないですか。実際本当に忍者だけどそういうイベントにも出てるよって。イベントにも出てそこでちょっと収入もろてるよみたいなね。佐賀にもあるんですよ、忍者のなんか忍者村みたいなやつあるんですよ。ちょっと調べるね。何だったかな、忍者、忍者村だ。佐賀元祖忍者村、肥前夢街道ってやつ。行ったことないけどね、通りすがったことがあって。忍者ね、なれるよ佐賀行けば。毎週土日開催大人気イベントキッズ忍者アカデミー。何これ、おもろそう。忍術を楽しく学べるキッズ忍者アカデミーを毎週土曜日日曜日と祝日に開催。忍者服に着替え手裏剣修行や刀修行、忍者屋敷でのからくり体験など忍者修行を体験できます。だってすごー。これ何歳までなんですか。対象年齢小学生以下、無理やったわ。入学金3000円、やばい。見て、あ、見てじゃ見れないか。入学に必要なもの、入学金3000円と忍者になるという確固たる決意、親の承諾。ちょっとリアル。確固たる決意大事だよね。やっぱさ、子供ってお泊まり行きたい、おばあちゃん家に泊まるとか言ったのに夜中とかにさ帰りたいとか言い出すじゃないですか。やっぱ大事ですよ、確固たる決意、そして親の承諾、超大事だよ。時間10時集合、10時25分修行開始、12時終了。早いな、1時間半だった修行。すごーい。絵馬奉納とかするらしい。楽しそうだね、夏休みとか楽しいね、こういうのあると。忍者服レンタル、大人1300両、子供1000両って書いてる。1000円とかじゃなくて1000両って書いてる。
なんかちょっといいね、こういう世界観を大事にした感じ。手裏剣、からくり屋敷、地獄巡りを1回ずつ遊べ、さらに忍者ショーも1回無料で見ることができます。だってみんなもどうですか？どうですかね、忍者ショーがあるそうですよ。あ、お土産も買えるって。すごい。カレーライスやカレーうどん等の軽食をご用意しておりますって言ってます。ほうほうほう。江戸時代後期の千両は30万相当。待ってマジ？ガチで転職考えてるんですよね。え、いいんじゃない？これどうかな。忍者の修行を受けてさ、履歴書に書きなよ、修行受けました言うて。え、みんな年間パスポートがある。年間パスポート大人3000両。え、さっき取ってた。しかも私がいつもショールームで言ってるメルヘン村っていう、あの佐賀のすごい遊園地があるんですよ。いろんな意味ですごい遊園地があって、メルヘン村とこの飛山夢街道の共通年間パスポートもある。お誕生日の月は本人に缶バッジのプレゼント、さらに忍者ショー観覧チケットプレゼントだって。大人も OK だって、誕生日。メルヘン村もやばいんですよ。おもろ。そう、これ佐賀のやつ、忍者村。佐賀の嬉野っていうところにあります。え、待って、私さ、メルヘン村は最近はあの X で見るメルヘン村のさ、あの怖い感じをさ想像して開いたのね、ホームページ。全然真逆、逆に怖い。X があんなに恐怖にもうすっごい染まってる感じなのに、公式ホームページがすっごいメルヘン。見てみてほしい、メルヘン村の X、 本当に怖いんですよ。マジで怖いんですよ。その後にメルヘン村の公式サイト見てみてほしい。もう逆に怖い、このメルヘンさが怖くなるぐらい怖い。ちょっと X 見てからのサイト見てください。ひえ、ラーメン、佐賀牛メルヘンカレー、きつねうどん、さつまいもスティック、唐揚げ、ポテトフライ、メルヘンカツカレー、カレーライス、たこ焼き、チキンナゲット、今から焼き、かき氷、ソフトクリーム。行きたいな、メルヘン村。入場料1100円だって。2歳以下は無料です。私も早く2歳になりたいな。2歳以下になりたいな。無料だってさ。メルヘン村、メルヘン村の X はメンヘラ村って呼ばれてます。メンヘラだから。投稿内容がメンヘラすぎてメンヘラ村って呼ばれてる。なんかこの前までめちゃくちゃバズってました、メンヘラすぎて。観覧車はゴンドラ内部が高温となるため秋頃まで運休いたします。だって。あへー、雨天時メリーゴーランド以外は運休となります。また雨が上がった後も路面を乾かす作業等ございますので、運転再開までにお時間をいただきます。大変や、大変だわ。私が支えなきゃ、メルヘン村のことを。みんな佐賀に行ったらメルヘン村に行ってくださいね。私のちっちゃい頃から行っている思い出の場所なんです、ここは。だからここがなくなったら悲しいから支えていこう、みんなで。入場料1100円だから支えていきましょう、協力して。
これ超いいの、ここいっぱい動物がいるんです。でもね、入場料1100円だけど、あのユニバとかみたいに何でも乗れるわけじゃなくて、別に乗り物の券を買わんといけん。乗り物6回分1000円です。でもここはテントウムシジェットコースターがあるからとっても最高です。ぜひ佐賀に行くことがあったら。なんで私佐賀の宣伝してるんだ。佐賀出身じゃない。でも佐賀の病院で生まれたから佐賀出身みたいなもんです。あとバルーンフェスタも行きたい。バルーンフェスタ、え、バルーンフェスタは皆さん今年はちょっとユミリンさんの卒業コンサートあるから、あ、でも5日まであるって。11月1日から5日まであるから行けるよ。みんなもユミリンさんの卒コン来て、ちょっとついでに佐賀まで足伸ばしちゃおうみたいな感じで行ってもいいかもしれない。バルーンフェスタ、バルーンフェスタ入場料無料です。しかもめちゃめちゃでかいから屋台がめちゃくちゃあります。行きたい行きたい行きたい。バルーンフェスタこんなやつ、こういう気球がいっぱい集まるやつ、高速道路とかをね走るとこうやってこういうなんか気球が飛んでるところを見れるんですよ、高速から。なんかこういうやつ、キャラクターのバルーンとかもいるの。これちっちゃい頃からね家族で行ってた。可愛くない？こんなバルーンめっちゃめっちゃ大きい。でもめっちゃ人多いからねちょっと大変かも。電車移動、臨時のバルーンフェスタ専用のこの時にしかない駅みたいなやつができて、電車が通ってるんですけど結構混んでます。佐賀駅から乗っていくんですけど結構混んでます。おすすめです。これ、これもパスがちっちゃい頃からよく行ってるフェス、フェスフェスタ、美味しいものがいっぱいあるってやつ。そう、バルーンフェスタでお母さんがお財布なくしたって言って車に戻って、車の座席の下に落ちてたんですよ、財布が。で、よし見つかってよかったねって言って会場戻ったら終わってました。バルーン撤収されてた、全部全部撤収されたか全部飛び立ったとか分かんないけど、もういなかったです全然バルーンたちが。こんなにさ、もうこんなに広い会場でもうすっごい何十個とかのバルーンがいるのに、会場戻ったらもう野原河川敷でやるんですよこれ。だから普通にあれみたいな、川見に来たかなみたいな、なった。悲しいよね、超悲しい。しかもさ、長崎から朝6時とかに出てバルーンさ朝から飛ぶから、それに合わせて早起き頑張ってお母さんと二人で下道で長崎から来て、で渋滞に巻き込まれてガソリンがないやばいって言ってガソリンスタンドを検索して探してやっと入って、あーよかったよかったって言ってまた渋滞の道に戻って、よし着いたぞって言って歩いて会場まで結構な距離歩いて、財布がない車に戻ろうってまた結構な距離歩いて、あー財布あった戻るぞ、終わってる。最悪本当にもうあの時は絶望しました、ね、どこに飛んでいくんだろうね。でも多分これ大会なんだよねバルーン。でも普通の人も乗れるんですよ、バルーン体験みたいな、気球乗れますよみたいなあるんですよ多分、乗ったことないけど。バルーンフェスタ体験検索、気球熱気球体験登場だって。先着200名、お早めにお並びください。
午前7時からだって。一人500円、朝7時から並ばんといけんらしい。先着200名。ひゃー、うん、なんか乗るのは500円かかるけど、会場に行ったりするのはかからん、無料です。交通費ぐらい。これもパセの幼少期からのおすすめスポットです。毎年11月の頭にあるんですけど、今年は5日間あるそうです。コロナ禍の時はね、あのなかったんですよ、コロナ禍中は。だから久々に行きたい。でも今ショールームで言っちゃったからさ、ライバルが増えちゃう。朝7時から並ぶ、悔しい。秘密にしときゃよかったね。今日は1時半からありちゃんさんの生誕あるから、もうそろそろ、もうちょっとしたら終わろうかな。半まではできるか、半までしたら終わろう。いや15分までで終わろう。お腹が空きました。さっきさ、コンビニ行くけどなんかいるって言ったのにさ、来ないから来ないからな。当日券で入れた、あ、そっか、もう入場してるのか。ファンの方々みんな公園行く方楽しんでください。パセも DMM で見ますので、アイス食べながら。海鮮丼食べてきた。私が海鮮を今食べたいって思ってるのがバレてる。いいな、パセも食べたい海鮮丼。なんか最近ね、このポーチのリボンがすぐ外れて行方不明になるんですよ。どうやって結んだらいいんだろう。なんか今こういう風に固定されてて、謎にここだけ止まってて糸で。だからね、でも取れちゃうのよ、どう結んでも。固く結んでても気づいたらバッグの中でほどけて取れててさ、こうやって蝶々結びしてたけど、これ二重にしても取れちゃうの、気づいたら。怖っ、怖っ。えい、取れるな、かわいい。パウピポです。あ、そう、サンリオショップオープンしたんですよ、広島。ついに2日前かな、2日前に本通り通った時にサンリオショップの前に行列がありました。並んでた。行かなきゃ。私も安いかな、オープンセールとかしてるかな。そう、ついにねオープンしたい。若林さん、ハートありがとうね。いっぱい女の子がいましたね。思った、私もなんか勇気でなくていけなかった。フジヤン、紫キノコ3個ありがとうございます。3個ドラマのトリックによくある登山家の結び方、よく刑事ドラマであるやつ。この結び方したらほどけないとか、あと杉下右京さんがよくやってるさ、あるじゃん、縄の結び方みたいな。自分でこうやって捕まってる時にほどけるやつ、自分で。あれを習得しといた方がいい気がする。もしさ、人生で誰かに山小屋とかにこう囚われた時に、あの右京さんがねよくやってるこういう手を動かしてほどくやつを覚えてたら脱走できるかもしれん。人生何が起こるか分かんないからね。しんいちさん、キノコありがとう。いや、あるかは知らんやあるかは知らないでしょ。そうよ、なんか悪いことして来世とかさ、みんながもしなんかそういう人に生まれ変わってね、
今日ミステリーという勿れのスペシャルドラマがある。本当？知らなかった。見なきゃ。いつからだっけ映画。映画見に行きたいんですよ。広島だから。ずーっと思ってた。え、待って調べる。そうじゃん、9月だから。そうだわ。でね、調べます。あ、来週からじゃん映画。行かなきゃ、行かなきゃ。広島広島どの辺にいたんだろうね。見なきゃ見なきゃ。もうすぐや、楽しみ。ドラマを見てました。私これ本当だ、特別編今日21時から。しかも TVer で過去作期間限定配信中だって。みんな優しい。見よう。なんかね、刑事ドラマが好きなんですけど、このドラマはちょっと刑事ドラマっぽいっぽいというか、刑事も出てくるんですよ。刑事、あの伊藤沙莉さんが女性巡査で、久能整っていう人が、菅田将暉さんがやってる久能整が主人公なんですけど、この人はもう一般人なの、大学生なのに、あのコナンみたいな感じ、そういう警察から情報を言われて手伝ってくださいみたいな、解決してよみたいな言われて、全然仕事じゃなく、あのボランティアみたいなさ。コナンも勝手に解決するじゃん。ね、そんな感じ、大まかに言えばそんな感じです。全然仕事でやってるわけじゃなく、頭が良すぎるがあまり解決しちゃうよみたいなやつ。ねえ、やばいよねコナンとかもさ。だってさ、子供に全部情報を流してるじゃないですか。ね、恐ろしい。絶対に旅行先で会いたくない人物ナンバーワン、コナン。あ、もう15分だ、終わろう。じゃあ今日は録画しなきゃだな、覚えとこうちゃんと。そして皆さん、グッズ今日までです、受注。毎日毎日なんかお知らせがたくさんあってさ、もうこれもあれもって、もう申し訳ないぐらいだけど、もし忘れてる方がいたら。でももうグッズはもう余るぐらいあります。今回はちょっとって方は全然無理しなくていいです。また来月とか今月とか可愛いのが出るかもしれんし、自分のお財布と口座と相談して、もう自分のペースで、そういうのもグッズとかもお話し会とかも全然あの比べなくて大丈夫です。あの人は買ってる、でも自分はとか思わなくて大丈夫です。そう、お話し会の方優先したいって人はそれでも大丈夫です。なんか今ここ白く見えた、こう見たらここが白く見える、気のせいか。ありがとうございました皆さん。あ、そう、現地でもさ買える時あるから、現地で買ったら送料かからないからね。そうだよ、みんな現地に来る予定がある時は現地でぜひ。じゃあ終わりたいと思います。壇上行きます。13位ジロくん、12位しんちゃんさん、11位こうさん、10位こうじさん、9位わわうさん、8位かめさん、7位ぜーたん、6位みつさん、5位しゅんさん、4位くわどりさん、3位じゅならごさん、2位いっちゃん、1位よしひろさん。ありがとうございます。ありがとう、お昼付き合ってくれて。それじゃあまた夜配信で。ありがとうございました。バイバーイ。